君どうだったの？僕ですね、なんと僕、中高一貫の男子校出身でして、すごいね、中水太陽なんか男子校。ずっと男子校で、正月によくよく考えたら、この一年お母ちゃんとしか女と会話しなかったなっていうのが一年あって、そういう学校は先生も男の人なの？先生男ばっかりです。で、女子の家庭科の授業もほとんどなかったので、で、家庭科の先生が来た時に、これは女子トイレを作らなきゃならないってなって、男子トイレの一番奥のところに、女子トイレになってました、そこは。あ、作ったんでわざわざ。建設はされてないです。男子トイレの中の一区画か女子用。区切ってみたいな。じゃあその人が入ってる時には、締め出しを食らうっていうこと。いや、全然みんな一緒にみたいな感じだったんですけど。すごいね。もう全然恋愛とかも全くなく。あんまりなんか男子校っていう感じ、見た感じしないですよね。変なチョコですからね。いやいやいや、そんなことはね。なんかほら、共学で、例えば女子学生が多い中で、なんかこう、とかね、例えばね。そんな感じしますね。お姉さんとか妹の間に挟まれて、なんか育ったみたいな感じの柔らかさはあるから。大学はそれでした、僕。あ、全く逆になっちゃって、大学では。じゃあ、大学でこなれちゃったんだ。こなれちゃった。そんなことない。そこで華やかになっちゃった。そこで華やか。全然。大学の時はどうだったの？大学は男11人しかいなくって、今度は女の子ばっかり。え、また変わってるね。いきなり本当に逆サイドにもうなっちゃって、もう、女の子とどう喋っていいか分かんなかったんで、もうそれこそ相談しまくって。そしたらもう悪乗りされちゃって、男友達に。あ、もういけるよ、いけるよ。って言ったら偉いことになったとか、偉いことっていうのは、それはない、放送できないぐらい偉いこと。いや、そんなことはないんですけど、お前バカだろうっていうような、そんなの誰も信じないよっていうのを信じて、あ、いけると思って言ったら、いや、後藤くんのことよく知らないからって言われた経験が。ピュアだったんだ。その心はね、もて遊んじゃダメですよ。ダメですよね、本当にね。悪い。したもんだな。みんないい友達なんですよ。でもほら、大学とかだったらサークルとかあるじゃないですか。そうですよね。ね、サークルに入ってそういうなんかね、感じなんかみんなでわーって。サークルとか入ってなかった？サークル入ってたんですけど、みんなでわーってなる感じのサークルではなかった。何サークル？ちなみに。演劇に入ってたんですけど、あ、じゃあいいじゃん。演劇の説明会のドアガチャって開けたら、もうみんな一気に先輩とかタバコバーって吸ってて、楽しくなさそうな顔してるようなサークルだったんです。そこもやっぱり女の子が多いの？女の子多かったんですけど、結構なんかもう、うんうん、私は女優みたいな感じの。うわぁ、なんかツーンってしてる感じの。学生時代でもう大女優のオーラですか？なんか、それも、ねえ。とっつきづらって感じで。そうなんだ。でも、宝塚みたいになっちゃいそうな感じだよね、そんな。だからもう結構みんなが、みんながみんなのことをもう。うん、あなたなんてこの役には向かないわみたいな。もう今ね、あのこうラジオだからお見せできないんですけれども、向かないわみたいな、すごいくね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 しながら、ちょっと話してくれてるわけですよ。いい感じにこう手が斜めってもらってましたね、体もちょっとうねってられてましたから、そこら辺がちょっと。いつかこれカメラをここに設置したい。後藤君のこの可愛さをね。可愛さをね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。